はい、1月はやははやり後半戦は皆様あのご来店が多いんですけどやっぱりでもまだそこまで前回までではは戻っていいないです名古屋錦三丁目の老舗焼き鳥店鳥生お客さんの入りはコロナ前と比べるとまだまだですが少しずつ戻ってきたといいます。 そんな中、政府が決めた新型コロナの5類への引き下げ。飲食店としてはやはり5月以降も8日以降も継続してマスクはつける予定ですけれど3年間、この生活に慣れてしまったので本当に逆に嬉しいいけど怖いです。そして店内にはコロナ禍に入ってから設置したパーティションも、こちらも。 今では当たり前の光景になっていますが。お客様に多分お声掛けして、パティション外していいかとか、まだあった方が安心だという方もいらっしゃるので。こういうね。まあこういうものは鬱陶しいですね。会話が、会話がやっぱ遠くなるから。五類なのか二類なのかとかっていうよりも、名古屋でどれぐらいの感染者数が。どれぐらい収まっているかで。五類への引き下げの。パーティションなど。 店内の感染対策をどうすべきか具体的な指針はまだ決まっていませんがコロナ禍で多くの人が新しい生活様式になれる中店側もすぐには元の生活に戻せないと困惑しています。 ずっと普通のね営業がしたいという願っていましたけども、3年間、この生活をずっとしていたので、逆にこの生活が慣れてしまっているので、逆に今からマスク外していいよ、パーテーション外していいよ、どうしようという5類引き下げの決定で、ウィズコロナに向けて社会が動き出す一方で、複雑な思いを抱えるのは材料を切って、組み立てたりですね。 あと、えー、看板の文字を作ったりとか名古屋市水北にある共同プラスチック主にお店の看板を作ったりプラスチック板の加工などをしていましたがコロナ禍で初めて製造したのがアクリル板を使ったパーティションでしたコロナがですね流行り始めた時に お客様の方からあのご要望がありまして、パーティションがです、ね、あの今までア、まあ、クリ加工のです、ね、年間の1.4倍ぐらいに、えー、受注高をいただけるほどのコロナ禍に入りイベントの中止や飲食店の閉店などが相次ぎ売り上げも半分近くまで落ち込む中会社にとって救世主になったパーティション。 ただコロナ禍も3年経ち設置も進んだ上、ゴ類引き下げの方針が決まる中、需要は減る一方だといいます。まあ50分の1、100分の1ぐらいのあの今は本当に週に1台作るかどうかのところまで数が少なくなりました。正直言うとあの痛手ではあります。 しかし、5類への引き下げなど、コロナ禍の規制が緩和される中、この3年で失った仕事が復活することを期待していますお店として、本当にあるべき姿に戻っていくということで、あの少しずつ、えー、お店がにぎわっていくのであれば、本当にうれしいことだと思ってますので。